こんにちは、もしもです。今回はメガドライブ版北斗の拳をご紹介します。アクションゲームの名作、セガマーク3版北斗の拳の続編にあたるゲームですね。発売されたのは実に32年前の7月で、名作の続編ではありましたが、賛否が分かれた作品でもありました。今回はゲームの概要を軽くご紹介させていただいた後、クリアを目指してがっつりとプレイ。プレイ後に良かった点、いまいちだった点など感想をコメントさせていただくという流れで進めていきたいと思います。まずは概要から。冒頭ではメガドライブ版北斗の拳と言ってしまいましたが、正式名称は北斗の拳新世紀末救世主伝説です。発売は89年7月で、開発販売はセガ、メガドライブ10番目のソフトとしてリリースされました。ゲームのジャンルは前作と同じ横スクロールアクションゲームです。北斗の拳のストーリーとしては天帝編、修羅の国編に相当する部分で、マーク3版でラオウを倒した後の物語になります。テレビアニメでは北斗の拳2として放送された部分ですね。ゲームは主に移動シーンとアクションシーンの2つで構成されています。移動シーンはスゴロクのようなマップ形式になっているのが特徴で、進路が分岐して選択できるようになっています。アクションシーンはおおむね前作と同じですが、残機制が廃止されてしまったので、体力が完全になくなると即ゲームオーバーとなってしまいます。体力の他にはパワーアップゲージがあり、雑魚敵を倒すことでパワーを貯めることができます。パワーが一定量貯まると服が破れて剣士郎がパワーアップ、攻撃力、守備力、ジャンプ力がアップします。攻撃は連打風のアニメーションになり強そうに見えますが、見た目ほどは強くなく、隙もそれなりにあったりします。ちなみにパワーアップは次の章に進むとノーマル状態に戻ってしまいます。ゲームは全部で4つの章で構成されていて、登場キャラクター同士簡単な会話があるのが特徴ですが、セリフは原作を知っていることが前提となっていて、原作を知らない方が見ると意味がわからないものが多かったりします。あくまで北斗の拳が好きな方向けのゲーム内容といった感じですね。個人的な思い出としては、この頃のメガドライブは深刻なソフト不足だったので、発売されたゲームの完成度とは関係なくプレイしていたような状況でした。この時点でのアクションゲームは獣王記、おそ松くん、アレックスキッドの3本しかなかったので、北斗の拳のゲームというだけでありがたかったような覚えがあります。当時は学生であまりお金がなかったので、メガドライブのソフトは友人と交互に購入しているような状況でしたが、北斗の拳は友人が購入することになり借りて遊んでいました。夏休み前の発売だったので、プレイする時間は十分すぎるほどありましたね。そんな32年前の夏を思い出しながら、この北斗の拳をプレイしていくわけですが、このゲームの中で評判が悪く個人的にも面白くないと思う要素として迷宮シーンがあります。各章に必ずあって攻略しなければならない要素ではあるのですが、本当に面倒なだけでつまらないシーンなんですよね。今回クリアを目指してプレイしていくわけですが、この迷宮シーンはご覧になる方にとっても面白くないような気がしますので、この部分のみ早送りとさせていただくことにしました。完全にカットしてしまうことも考えたのですが、早送りでも残しておけば何かの参考にはなるかもしれませんので、このような形にさせていただきました。それでもクリアまで多少時間がかかるかもしれませんが、お時間がございましたらぜひお付き合いいただければと思います。それではメガドライブ版北斗の拳攻略を目指してプレイしていきます。
you
Thank you.
いかがでしたでしょうか。迷宮シーンを早送りにしたとはいえ少し長かったですね。お疲れ様でした。難易度的には第4章だけ別格という感じでしたね。第1章から第3章までは何とかプレイすればできるようになるかと思いますが、第4章に関しては道中の難易度も上がってきますし、ボスであるヒョウとカイヨウははっきりとした攻略法がなく、少し運任せになってしまうような感じがしました。もし効果的な倒し方があるようでしたら、ぜひ教えていただければと思います。それではここでプレイしてみて良かった点と、いまいちだった点を挙げておきたいと思います。まずは良かった点から。良かった点の一つ目はグラフィックですね。特にキャラクターはかっこよく描けているように思いました。メガドライブの性能というのもあると思いますが、この後に発売されたスーパーファミコン版の北斗の拳と比較しても、このゲームの方がかっこよく仕上がっているように思います。パワーアップ後のパンチの連打や、ボス戦のとどめとなる百裂拳もなかなか迫力があっていいですよね。ただ原作に沿った倒し方ではなく、すべて百裂拳で倒すことになってしまうのは少し残念に感じました。道中の雑魚敵を倒した時の迫力もなかなか良かったと思います。なぜか効果音は火薬が爆発したような音で、やられモーションはマーク3版と比較しても雑だと思いますが、アクションゲームとしてはそれなりに爽快感があるのではないでしょうか。次にいまいちだと感じた点です。一番気になったのは迷宮シーンが絶望的につまらないことですね。ボリュームと時間稼ぎのためだけに作られたという印象があり、面倒なだけで面白くありません。何の脈絡もなく刀矢や石、泥のようなものが飛んでくる仕掛けや迷路はファミコン時代の発想ですよね。おそらく作った人もこれが面白いとは思っていないはずです。面白さもなく無駄に体力と時間が奪われるこの迷宮シーン、この迷宮シーンに関しては本当に疑問に思います。気になったこと2つ目はボス戦ですね。中ボス戦もボス戦も爽快感がありません。攻撃がヒットしてもボコッという小さな音がするだけで、ヒットしているかどうかわからないような打撃音です。バトルもタイミングよく攻撃ボタンを押すだけというシンプルなもので、当たり判定も大味ではっきりとしません。おそらくゲームの中で一番見どころとなるシーンだと思いますが、マーク3版と比較すると盛り上がりに欠ける地味なバトルになってしまっています。グラフィックは雰囲気があるだけにとても残念に感じました。道中の雑魚敵とのバトルもやや問題ありです。前半はそれほど攻撃が激しくないので大丈夫ですが、後半のステージでは多数の雑魚敵が無茶な攻撃を仕掛けてくるので、驚くほど連続でダメージを食らってしまうことがあります。ダメージを受けた直後の無敵状態がないことが直接の原因だと思いますが、難しいというよりも調整不足という印象を受けてしまいます。後半の雑魚敵もアクションゲームとしてどうなのかなと感じることがありました。突然出てきて消えたりという敵が多いんですよね。ゲームだからといえばそれまでですが、面白さや爽快感よりもストレスの方が上回ってしまっている印象があります。難易度を上げるにしても面白さや爽快感がそがれないように工夫してほしかったですね。このあたりの調整はマーク3版とは対照的かもしれません。あとは原作を知らなければ意味不明な会話シーンですね。訪れる順番によっては辻褄が合わない会話もあったりします。それでもここまで挙げた不満点と比べれば些細なものかもしれませんね。ゲーム全体としては個人的には嫌いなゲームではありませんし、メガドライブのソフトが揃っていない時期にそれなりに遊んだゲームなので思い入れもあるのですが、動画にする上で改めてプレイしてみると気になる部分が多いゲームだと感じました。少しきつい言い方になってしまいますが、適当にまとめた印象が強く、面白いゲームを作ろうという意思があまり感じられません。ソフト不足解消のために急いで作ったのかもしれませんが、テレビゲームとしての面白さはマーク3版とは対照的で、キャラクターに頼った内容になってしまっていると思いました。ファミコン版の北斗の拳をクリアしたような方であれば、この北斗の拳も十分楽しめると思いますが、当時の思い出や北斗の拳に対する思い入れがない方が、これからプレイするには少し厳しい内容かもしれませんね。中古相場はそれほど高くありません。カセットのみであれば1000円以下、完品でも2000円から3000円と手頃です。
完成度が高いゲームとは言えませんが、北斗の拳好きであれば楽しめる要素もあります。無理にクリアを目指さず気軽にプレイするという楽しみ方もありだと思いますので、興味をお持ちになった方はチェックしてみてください。それではまた。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。